EF Education First は1965年スウェーデンでバーキルハルトによって創立された私立の語学学校。語学学校としては世界最大級である。語学留学をはじめ文化交流や外国語による専門分野での教育を推進している。50カ国以上にオフィスがあり16カ国で語学学校を展開している。また英語力測定テスト、 F セットを実施している。1965年に創設者のバーティル・ハルトが大学の地下室にあった寮で EF を設立。幼少時代に苦しんだ、質読み消が EF の思想のもととなった。質読み消のため英語を学ぶことが困難だった、バーティルは学校を中退し、スウェーデンのとある銀行で雑用係として働き始めた。バーティルの勤労意欲にいち早く気づいた。 当時の上司はバーティルをロンドン支社へ送り込んだ。バーティルはイギリスでの経験を通してやりながら覚えることの大切さや可能性を身をもって実感し従来の学校教育と同等の教育的価値があると確認した。EF の語学学校関連団体 EF は独立した経営大学院である春とインターナショナルビジネススクール EF 高校生交換留学プログラム そしてオペアプログラムと提携している。ハルト・インターナショナルビジネススクール交換留学プログラム EF では、現在7カ国語が教えられている。ありがとうございます。